俳優の八木良優也が主演を務める TBS 系金曜ドラマ「ライオンの隠れ」が毎週金曜あと10時が11日にスタートする。今回は向井理が演じる橘の正吾を紹介する。本作は市役所で働く平凡で真面目な優しい青年小森光仁、小森弘人と自閉スペクトラム症のビロ人道人の兄弟が突然現れたライオンと名乗る謎の男の子との出会いをきっかけにある事件に巻き込まれていくヒューマンサスペンス。温かなヒューマンドラマと先が読めないスリリングなサスペンス展開が心地よく絡み合い繰り広げられる今作を完全オリジナルストーリーで送る。